ソフトボイスです。韓国の歌聞きましたけども、なんかすごいしみりして、もう帰りたくなりました。帰りたくなりました。曲は何でしょうか。森山直太朗さんの桜を歌います。桜、よろしくお願いします。どうぞ。4人が合唱を始めたのは小学校時代、声を合わせる楽しさ、美しさを学んだ。そして合唱団が危機を迎えた時、4人は守る立場になっていた。自分の居場所って感じがしますいなくなってほしくないし、今時の歌とかもいいけど、そういう歌もなくならないように子供たちが歌うべきかなとか思ったりもして、全ての思いをハーモニーに込める。桜桜いざまいあぬれ、永遠にさんざめく光を浴びて、今なら言えるだろうか、偽りで、自分の悪いものが全部切れるなと思って。いや、ジョージさん、もう終わった瞬間にすごいって言ってましたけど。俺ちょっとね、今涙出てんだよね。やっぱり俺たちプロっていうのはなんかこう、こういうアレンジで来るだろうとか、アイディアを満載して来ると思ってたんだけど、本当に何もね、考えずストレートに来るんですよ。本当に自分の今音楽を見直さなきゃいけないぐらいの、それぐらいの影響をインスパイアされたものあります。この歌詞の声にありがとう。逆にね、ミュージシャンの方を、ね、考え直さすということで、3ヶ月にわたって